三四中6丁目カジュアル割烹周です、刺身と天ぷら食べるならうちがうまいです。皆さん来てください。 あと僕は2018年ヤング部門のグランプリです。自分で言うんかい。じゃあ ezomen 今年も盛り上がっていきましょう。イエーイイエーイ。三四中六丁目のカジュアル割烹周です、刺身と天ぷら食べるならぜひうちで食べてください。美味しいです。えい。刺身と天ぷらもいいんですけど、僕は2018年ezomenグランプリなんで、僕もおすすめです。ezomen 盛り上がっていきましょう。イエーイ。はい。